平成24年7月4日、ただいま午後8時です。夜の三河台公園に来ております。これより、皆さんと一緒に、六本木安全安心パトロール活動を進めてまいります。私、山本ヘリもしばらく夜のパトロール活動をお休みをしておりましたが、今日から現態復帰をしていく、ところであります。出発をしました。三河台公園を起点に、東京ミッドタウン六本木7丁目六本木交差点周辺を巡回をしてまいります。座る時もベタベタで気をつかないと、うん、だからね、そこは当たるだけだ、はい、はい。ミッドタウン前の特別駆動です。放置自転車が散見されますので、撤去警告のステッカーを貼っていきます。ところで今パトロール隊員から聞いた話ですけれども、放置看板についての撤去活動はしばらく見合わせてほしいというふうに言われているということだそうです。何でも港区の麻布支所の方に業者さんから抗議の電話があったということで、役所からそういうふうに言われているという話なんですが、それがもし事実だといたしますと、大変行政の姿勢が及び腰であると。一体港区は住民を向いているのか業者を向いているのかわけのわからない、そういうような憤りも強く感じます。この件についてはきちんと事実関係を確認をして、また皆様にもご報告をしてまいりたいというふうに思っております。うん、風が強いとこう椅子とか危ないから、この辺子供さんもいるんでね、事故あるとあなた方の責任になっちゃうんでね、その辺よろしくご協力ください。路上に放置されているゴミの不法投棄ですが、先日開かれました麻布生活安全協議会環境美化分科会で、ゴミ問題への対応についても私、山本ヘルミから提案を出させていただいております。外苑東通りから、それまして六本木7丁目の住宅地でこれから入ってまいります。この一帯の駆動の脇にも大量の放置自転車が、止められているありさまです。
六本木7丁目の一角です、落書きを見つけました。でまた落書きのそばにはゴミも捨てられています。はい、道路上に、放置看板、電子看板見つけました、警告のステッカーを貼ります。そこの近いじゃないの。そう、あ、はい、行きましょう。よいしょ、はい、違う前だ。こんばんは。こっちか。こっち。こっちだよ。こんばんは。あ、すみません。六本木のパトロール隊なんですけど、はい、そこに道路上に出てる看板を見たくなって。あ、本当ですか。はい、ね、あれね。やめなんですよね。あ、すみません。お客さん。これ雨になるんですか。え、こう営業してから営業してから、うん、入ショットは入ショットは、あ、まだ3ヶ月。あ、じゃあわかんない。あれそこのこの通りほとんど看板出てないはず。あ、何回目やると黙って持ってられますので。あ、ちょっとめんどくさくなるので。すいません、ご協力お願いします。あのビルの敷地の中は OK やから、道路上はダメなんで。よろしくお願いします。バーとカラオケです。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 カラオケ。カラオケ。じゃあ今度、見てください、カラオケだから。よろしくお願いします。じゃあ、はい、よろしくお願いします。すみません。いや、今すぐ。よいしょ。ちょうど敷内ここからここからなかった。あそこがね、道路だ。ここに乗っけてくれるか。ああ、これは面白いね。もうすごい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今思われたの、池田来る前に六本木7丁目、ここも落書きをされてます。そうそうそう、はい、六本木7丁目の13番の2、角です。放置看板見つけました。今、管理者の方に、撤去の要請に伺っております。7丁目、竜戸町から、外苑東通りに出て再びもう一度六本木7丁目に、入るところです。ここはいつも放置電車が多い、場所です。六本木7丁目です。旧 TSK-CCC があったところです。奥に見えるのが会員組合のビルですけれども、ここの土地の取引をめぐって公安調査庁元長官や朝鮮総連などといった名前が出たニュースがあったこと、皆さんもご記憶かと思いますが、今はこのような形で、駐車場というふうになっております。
この方明日でも